はい、どうもこんにちは、なっちでございます。今日はモンハンコラボ引いていきたいと思います。ポカポカアイル村デラックスガチャということで、もうモンハンのもの字もないんですけど、一応モンスターハンターとのコラボでございます。で、僕がね、いつだろう、もう1年ぐらい前かな、にあげたハゲルー村っていうねガチャ動画あるんですけど、まあ、そこで見事フラグ回収をしてしまったんですね。当時はレックス猫が欲しくて引いて、でレイヤー猫も深追いしたらハゲ散らかしてフラグ回収してしまったという動画があるんで、まあ、もしよかったらね概要欄に貼っておくので見てみてください。割と傑作ですね、僕の中でいくと。もうこんなにフラグ回収、いや、ここが全ての始まりかみたいな感じのね、ことしちゃってますんで、今回はレイヤ猫、あとはレウス猫のプラスなしですね。あとゴア猫のプラスなし。最悪オーガとなるがは購入ができますので、そいつらかな。レウス、ゴアかな。のプラスなしと、レイヤ猫。レイヤはね、プラスありでもいいんでね。で、おでん猫持ってるんで、あ、青おでん猫って星6なんだ。まあいいや、引いていきましょう。レイヤ猫、また1点狙いみたいなもんです。いきます。うわー、この画面見たくねえ。右下のアイルトラウマなんすよ。ヤンクックは確か持ってる。バギーをね、売っちゃったんだよね。プラスがついてたかなんかで。レウス猫もね、僕昔の動画で引いてるんですけど、それも売っちゃったみたいで、こいつも確か売った。当時はそのプラスまだつけてたと思うんすよね。1ぐらいならいいやってことで。まあ、この1年ぐらいで僕他の属性のプラス消したりましたので、結構ね、去年の動画と今の動画見返すとやってることと言ってることが矛盾してたりします。あーやっぱりお前来ちゃうか。まあ、プラスないんで一応取っておきましょうかね。究極してるんだっけ、進化だけだっけ、こいつって。進化だけっぽいね。いらんか。スキブ3つ。さあ、でも結構強えんだよな。5ターンの間操作時間 1.5 倍。まあ、何かに使えるかもしれんしね。スキル上げもできるし、一応取っておきましょう。で、今日プレゼンがあってさ、学校で。結構金率いいんじゃない？やったぜ。レウスゲット。金率いいね、なかなかに。昔はほんとひどかったから。石200個使って2体とかだったからね。そう、プレゼンがあってですね、まあもう卒業に向けての課題を、これから作っていくということでプレゼンがあったんですけども、今回はね、結構新旧制作の時僕愚痴ばっか言ってたと思うんですよ、動画でも。でも今回はなんか割といい感じにね、スムーズに進んで、うん、まあ頑張ろうぜみたいな感じですね。本当にだからもう一瞬で冬になって卒業しちゃうんだなっていう実感が若干湧いてきたかな。いや、だって2週間後にもう一回好評プレゼンがあるんですけど、その時には映像作るんですけど、その映像ができてて、で11月にはまあこう書き出して、11月にはもう完全に着色、多いプラス人用が猫出てくるのか初めて見たんだよね。買ってもないしさ、この出てきたとこも初めて見たもんで、悔しいな。僕ね、一応モンスターハンターの世界でいくと人用画が一番好きなんですよ。原種かな。あ、でも迷うな。亜種もいいよな。今動画ないんですけど、僕あったかな、消してよね、もう動画ないよね。僕がね、 YouTube に初めてね、人用画亜種の狩猟動画を出したんですよ。うん、今ないんだけど、一応なんかそういう自分での中のなんかそういうのがあってですね。一応モンハンから始まってるんですけど、僕の動画っていうのはトライ G で。あ、あるかもしれん。ないか？消しちゃったか？消しちゃったっぽいな。ちょこちょこ消えてるんですよね。多分これ消しちゃったと思うんですけど、人妖怪獣挑んでみたみたいな動画をね、どっかで作ったはずです。うん。なんで、まあ、人妖怪獣にはね、思い入れがあるんですけど、あと最近だとなんかディノバルドのね、フィギュア出るみたいですね。1万ぐらいの。あのシリーズ集めてるんでちょっと欲しいよね。ディノとは言わずにライゼックスとかさ、タマミツネとかガムードも出して欲しかった。ライゼックスのフィギュア絶対かっこいいと思う。僕あん中でいくとね、やっぱね、世紀末伝説的には
ガムートなんですけど、ライゼックスが一番好きかな。タマミツでもいいんだけどね。なんかドストライクだよね、緑の、ね、緑ってのがいいよね、またね。彼も実装されたら貴族生だったんだろうなと思いながらもね、あのクロスのキャラが実装されることもなく、フロギー出すぎやろ、ちょっとどうなっとんの。なんでこっちの画面に戻ったかわかんないけど、レアガチャじゃなくて、一応ね、多分ゴッドフェスト今回も被んのかな、どっかで。なのでまあレックス猫、レイヤー猫、その辺狙う場合にはもうプラスがかかってる時とかの方がいいんですけど、とりあえずオーガナルガをね、できればゲットしたいよねってとこだよね。まあ5は出るまではとりあえず引きます。で今日はレイヤー出たら終わります。出るかは知りません。また金率が若干渋くなってきたね。金結構いるんだけどね。でこのガチャは銀も結構優秀で、フルフルとかね、あとバギーも使えますよね。あとは何が使えるかな。ヤンクックも威嚇で使いやすそうだし、むしろレイヤー猫とかね、その辺がね、まあ、金枠のくせにあんま強くないんで、その辺が逆に当たりとは言えないかもしれません。はい、終わっちゃいました。うん、この辺も全員ヘイストになったんでね、悪くないっすよね。はい、引き続きいきますよ。フロギーやばいな。毒ついたけどね、毒ついたけど、だから何なのか半端ないよね。ジャギーもな、昔は割と強かったんだけどね。でもターン早いからね。出ないな。ヤンクク顔でかいし。なんか新キャラ欲しかったよな。今度やる際はぜひ、新、まあアイルなんだろうけど、新しいアイルでいいから出してほしいよね。まあ貴族性多いガチャなんでね、いいんですけど、ファンゴ猫すら見てないでしょ、今んとこ。ファンゴ猫に話があるんですよ。そう、バギー持ってなかったんでありがとうございます。ファンゴ猫に話があるんですよ、僕は今回ね。まだね。おでん。なんかおでん出やすいな。なぜさ、モンハンに咲かずにこのオリジナルでおでんとコラボさせたんだろうね。まあ、そのね、コラボ、出るときは出るな。おーっと、ゴアが出てしまった。プラスがない。レイヤーはどこ？レイヤーさんどこですか？ 3 連続いっちゃう？いかないよね。まあでもレイヤープラスアリの時引きますっていうのもなんかちょっと悔しいんで、やっぱレイヤー引いて終わりたい。今んとこでも調子いいよね。こんだけ引いて、プラスなしであっさり出てくれてますので、まあオーガナルが最悪購入でいいから。なんかさ、すごい偏りがひどいんだよ、銀玉の。フロギーとフルフル出まくってさ、ガーグは今初登場っすよ。リノプロも2体しかいないし、バギーも1体しかいないし、ジャギーも少ないし、ファンゴ猫に関しては出てないし、恐ろしいよね。チーフ狙って、昨日も CT コラボ少し引いてたんですけど、チーフを引くまでに弓使いが出てなかったとかね。結構その銀玉に種類が多いガチャは銀玉狙いの方が危険っていう可能性もありますよね。ファンゴ猫くれよ。進化前振りたいんだってプラス。なかなかいないでしょ、ファンゴ猫の進化前にプラスを振りたいっていう人。いやもう全形態振りたいんでね、あのブラッキーアイルだっけ、あれも進化前進化後、まあ、進化後振ってあるんで進化前振りたいんですよね。最近はもう見た目が違えばいいので、できれば出てほしいんだけど、レイヤー猫以前にファンゴ猫が出ないっていう、このまさかの事態、闇ですね。なんか今回の修正で使えるようになったキャラクターとかいるんですかね。レウス猫と か, なんかどっかで使えそうだけど、どうですかね。お電話だって覚醒無効はつかなかったんだよね、バインド回復ついただけで。さあ来るか、レックスはまあいいでしょう。レックスは OK。なぜか貴族性のレックス猫ですね。レックス猫 OK です。はい。ちょっと強くなったもんね。
はい、スキルも強いし。さあこれで出ていただけませんでしょうか。出るときは2連続で来るんですね。これ来ないんかい。ファンゴも来ないな。はい、ということで今何回ぐらい引いたんですかね。10、20、30、38回で金が1、2、3、4、5かな。なのでどれぐらいだ、8回に1回ぐらい出てんのかな。まとまって出るからなんか偏ってるようにも見えますけどね。もうこれバギー猫が金玉並みのなんかレア感放ってますけど、一応こいつ銀玉ですからね。まあレイヤー猫レイヤー猫言ってますけど、ナルガオーガも若干期待してる。モンポ浮きますもんね、20万ぐらい。で、ファンゴ猫はどこ行ったの？やっぱ20万だね。ナルガ猫もね、今初見ですね。今初見レベルで見ましたね。5はナルガ、オーガにはほんと縁がなかったので。レイヤー VS ファンゴ猫だな。ファンゴ猫実装中止とかないよね。さすがに。それレベルでいなくない？コラボガチャラインナップ。まあ、ファンゴだけだね、出てないのは。どうした？マジどうした？ファンゴ。出ない時間帯とか存在すんの？バギーどうしよう？一応2体ぐらい取っとく？なんか使えそうだよね。今はそんなになの？今でもそんなになんかな？あんまり、その最前線パーティーに入ってくるってことはないのかな？まあでも一応2体ぐらい持っときましょう。ターン軽いやつにね、継承でもね、長いターンで使えるから便利ですよね。レウス猫。プラス9で取っておきます。確かこいつは究極してるんで、見た目は少ししか変わんないはずですけど、まあ見た目違うなら置いておきたいよね。まあそういうことしてると継承の際にも使えますので、例えばハトホルを究極、5究極前とかで置いとくと、やった！王が来た。これ嬉しいね、普通に。20万浮いたと思えば。うん、どっかで使えそうだしね、継承とかでも使えそう。と置いておけば、究極前、究極後ってね、コレクションにもなりますし、こう継承もできるんでね、ちゃんとね、両方ね。来たー、やっと来たーついに出やがったファンゴ猫。皆さんこれわかりますか？これね。世紀末伝説第7話ぐらいに出たね、あいつと見た目が一緒ですよね。7話だっけ？7話だ、よう覚えとったな。はい。フルチンナウっていうね。いや別にひらがなじゃないですよ。フルチンナウ。フルチングナウみたいな感じで。ね。いいね、金玉。ここで最後に決めてかない。あれ、アーマードザキがさ、レイヤー猫3体引いとったからさ、85個ぐらいで。余裕かとか思っとったんだけど、そうでもない。5話まで出ちゃったし。なんだこの金玉ラッシュ。5話も取っとけ。どんどん来い、どんどん。ああ。招き猫の激運でもついたんかなと思ったんだけど、そうでもないですね。やっぱ、モンハンネタがどこまで皆さんに通じるからだよね。結構、モンハン、お、いいよ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 。しかも、プラスがないからね。よし！素晴らしい。なんか、前回とは全然違う。もう一回言ったら金ぐらい出るんじゃない？これ、ナルガとかさ、ポロッとさ、金玉がドン！はい。ナルガ買いましょう。おとなしくね。はい。お疲れ様でした。まあ、そこそこの数引いたんですけど、最後の金玉ラッシュ素晴らしいね。レウス、銀玉。オーガ、銀玉。おでん、5は銀玉レイヤーっていう、最後の10回とか見たら本当に金の方が出てるっていうね、素晴らしいガチャでした。ナルガ以外しかも出ましたね。で、ファンゴが1体っていう、おかしいでしょ。ちょっとどうしたのこいつ、そんなにレアなのか、僕の物欲が働きすぎてんのかね。このレイヤー猫も最後の最後まで出なかったし。はい、ということで、皆さんね、このモンハンコラボはなんか優しいように見えて意外と厳しいガチャなので、まあ、バギー猫欲しい方とかいると思いますけど、あまり金玉一点狙いとかね、銀玉一点狙いでも危険ってことは十分伝わったと思うので、こういうこともあるよと参考になればいいと思います。ということで、以上ナッツでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。